はい、録音しました、はい、もう久しぶりですよ、ね、めっちゃ滑舌悪いですけど、もうちょっと今滑舌悪かったはい、抜けてしまったいやいやいや、今月6月1日写真の日から始まる、大大阪展、何が大大阪やねんと言われますけど、まあ一時言われてたんですね、大阪全く知らないです。大昔ですね。あ、聞いてしまった。まあ、ね、一瞬大阪が首都になったっていうか、中心になった時の大阪と東京が、はい、分かってる、なんとなく、あ、もう全然分かる。ほんで1周目、絵というか4つのギャラリーが、これどういうやつ、合同開催。そうですね、合同開催。はい、南千葉の一等車さんと、手塚山のライムライトさんと、で京橋の B0 ギャラリーさんと、あ、まあ、ギャラリー B0 ですね。で、江戸堀のビーツギャラリーが、4つ、大阪をテーマに。でも大阪テーマじゃないやつあるんですね。そうそう、あります。ライムライトです。そうです。あ、はい、なんか有本さん、有本さんが新宿、新宿でしょ、東京、あ、東京やわ。それで1周目が、南千葉の一等車さんと、合同というか同じテーマの、大阪環状線沿線。そうです、もうみんな見るのが大変すぎるって言ってました。え、どういうことですか。来るのが大変、みんな4つのギャラリーを巡るのが、いや、だから4つのうち2つ行ったらいい。こっちの方が回りました。え、でも、え、マジ、いや、俺は3つ回ったよね。まあ、俺も B0 さんは来週もやってるから、同じやつですね。今日は人数が多いんで、もうちゃちゃっとやってます。写真も多いですから、ね、多いです。全部撮りましたからね。74点。おぉ、全員で。マジですか。うん。お腹いっぱい。そうなんですよ。で、まず、入って左の壁から、こう1点。そうなんですよ。まあ、待てよ。この左から3人目の、はい、それ何のって言ってたの、ドッキーの。そうそう、マネちゃんのドッキーの。ああ、いうか、もう本人がドッグや。本人がドッグ。ついさんですね、ついまゆさんは、これ場所のところなんですか。桃谷から歩いて鶴橋までたどり着きました。はい、あ、桃谷スタートで鶴橋の間、はい、まあ一応これもしかしたら順番は思ってた順番違うかもわからないですけど、なんかまるでおっさんが撮りました。そう思った。おっさんね、本当にね、おかんね、ほんまあかんね、ほんまに、ほんま飽きません、ね、これもう完全キュウリぶら下げてるよ。あ、ほんまにね、いや、辻さんのことを知ってる人が見ると意外やった写真じゃないですかね。辻さん知らない人は、あのおばあちゃんとか、ね、そういう、まあ、マッチスナップというか、これカメラは何ですか。バリアです。あ、コンタックスの銀円ですね。はい、これ1日だけですか。え、1日だけ。いや、2回、え、2回目これ。2回ってこれ。ほんま、すんません。これ2回アプローチしてるんですか。取れないんです。いやまあほんでもこのね、環状線沿線言いながら、まあこれが一番高架の下ですよ、ね、そうですね。まあここから始まったのが偉いじゃないですか、はい、うん、でこうこれ結構これは好きなんですよね。なんか好きなんですけど、これね、ちょっと副車がちょっとテカってるんですけど、でこの一番年寄り臭い写真。これね、これはどうなんだろうね。これまた、これ結構好きなんですけどね。黒い服の人がいっぱいある。いや、これなんかよくあった。組織の人は4人ぐらい固まってたりとかね。あ、そうなんだ。いらんかった。やっぱし。まあ、であとこれは好き。まあ好きっていうか定番っていうかね。はい、え、どうでした、桃谷行ってみて。桃谷 そのちょっと入っただけですごい狭くって、はい、なんか昔のなんか町の、まあ、商店街っていうかね、うん、びっくりして。え、なんで桃谷なの。ちょっと前にあの東
達のタイヤちゃんがそこでテレビとかにした時に、うん、ああ迷子なったんですよ、すごく。あ、一回行ってみたっていうんですか。あんな桃谷知らなかったんで、一番桃谷見に行こうと思います。はいはい。で、行ってみます。あ、そうなんですか。え、ニュースだけなんですか。ニュース行ったことないんですよ。やるとき知らなかったのね。まあまあ、なんか真面目な写真やと思うんですけどね。真面目すぎですよね、すいません。いや、真面目っていうか、ほんまにとか。いや、まあほんでも、3枚ぐらいはね、僕はだから、これと、これは好きなんです。これも破ったのか。いや。これ微妙でね、なんか、まあ、分からんことないんですけどね、まあ、その下町情緒っていうね、まあ、実際下町やしね、分からんことはないんですけど、変に意識して取らな取らなと思ってるところがね、なんかね、いや、なんかいつものあ、今回すごい説明的やん、そう、教科書みたいな動画で展示見たときに。どんな安物教科書なんかこう説明してある通りに写真を貼っていきましたね。いや、ちょっとね、いつもはここまで説明しない人がなんか私こういうとこ行ってきましたみたいな、そう、こう歩きましたみたいな、そうでしょう。なんかね、それはまあ本人が痛いほど分かってるんやろうけどもまあでもたまにはね、こういうなんかいつもは場所どこか分からないような多いからね、これはこれで僕はまあ前菜ですよ、だから気はしましたよ。いや、まあまあみんなどう思ってるか分からない、本人が一番ね、なんかおとなしすぎたっていうか、多分ね、それみんなそうやもんね、結局ね、展示やったら自分のだけしか見てなかった、まあこんな感じかなとは思うんやけど、人のと混ぜちゃうとちょっと地味かなっていうか、なんかね、そういうのは誰だって思うことやと思うんで、お行儀良すぎだな、そうですね、行儀悪くせにね、あ、え、いやなんで、まあ、次が、ちょっと待ってね、ビーツ初登場の、はい、西田さん、え、なんで都市西田にあったんですか。いや、前からね、名前なんか考えたんですけど、結局、この後にもまた変わって、はい、え、今のなんか追われてる、なんか気分がその時ちょっと変わるってことですか。いや、なので、はい、下の僕の名前もともと4文字がどうも、はい、3と4というのがなんか、はい、流れ的に悪いなと思って、じゃあ僕の気分的に、これ結局最終的に今、はい、この黄色の学校の漢字当てはめて、はい、イエローっていう、イエロー、はい、人弁のなんか伊藤の入り口に、はい、三髄に、はい、カタカナの A に、はい、で野郎のローを入れてイエローって、え、西田イエローじゃん。いや、もうイエローだけ、イエローだけえ、なんかオーストラリアの番組でイエロー、それいつから使うんですか。いや、もう今フェイスブックではそないしてます。ちょうど今家族やった、誰か分かるんだまあ、とりあえずこれ本番近いんで、このね、乗り越えて、お笑いできる根性は素晴らしい。お互い同じような境遇やのにも、境遇ない。お笑いできるね、西田さんの豪快です。イエローカード出ません。出ません。はい。西田さんが、結構ね、枚数全部取ってる。まあこれは新世界というか。そうだね、西成というか安倍の天皇寺、そうだね、そうですね、まあこれはちょろっとなんか梅田が、そう、梅田ですね、入ってる、はい、西梅田、これはまあ自然か、はい、それも梅田、そう、はい、まあどう言ってんですかね、ストリートスナップっていうか、はい、まあ居合抜きっていうか、うん、まあなんかすれ違いに撮る写真がで最後にね、これだけちょっとカラーしました。まあこれは銀塩っぽく見れるの全部デジタルカメラで、GR デジタルですね。そうだね。基本的に、はいはい、西田さんね、GR デジタル改造してるんです。どんな改造か分かる？すごいよ。俺初めてびっくりしたもん。どう
で黄色になってます。特注やん。黄色いがね、アンティーク加工してます。アンティーク加工だから、あの削れたようなペイントしてるんです。ペイントしてるんですか？地金が出たようにしてる。あ、ということはガンダムのプラモデル。そうなんです。テクニック。あのテクニック。レザリングやつ。テクニック。だから、GR、ここまで使い込んでる人おらへんわ、思って。で削れた動画なんか真鍮じゃないけど、そのゴールドっぽい。あれはマグニシウム。そうなんです。本当はそうなんです。だから出るはずのないよね。うん、だからなんか真鍮になってる、ね。そうなんです。すごいなと思ったら、そのレッドでダッチするしてるっていうか。使い込むが使うほど綺麗になってくる。ね、さらに使ってる。はい。もういつもあれですよね、あの本ね、今日ちょっとあれなんですけど、写真集になってて、はい、大阪魂。そうです。ね、ああ、知ってます。それはもうあの西成中心に撮ってるんですね。まあ環状線ですよ、西成多いですね、はい、そうですよね。ほんで今回もこの西成っていうか、まあ本人は堺なんですよね。そうだね。ね、なんかほんでもこれ見る限り住んでるようにしか見えないぐらいになんかぴったりですよね、キャラ的に。うん、ずっとモノクロなんですか？もう高校の時始めたのがモノクロやって、それ以来、はい、ほぼモノクロですね。え、カラーはライブなんかと撮る時やっぱカラーなんですね。ああ、ライブとかも撮ったりするんですか？へ、はい、でもまあなんかおっちゃんおばちゃんね、うん、これがまあこの写真がねすごいです、ね、すごい。俺はこれ西田さんが女装してんの。痩せてるやん。それもうなんか通じるもんがある。本当に女装大会やったらそれ出たら分かる。いやなんか西成っていうかこの辺のまあ天皇に撮るなんか理由じゃないですけど、今回まあずっとそれを撮ってるんですけど、なんかあるんですか、好きなの。なんでしょうね、なんか呼ばれてるんですか。まあ、叩かれてるか、うん、なんかフラフラっと言ってまうな、言葉にはちょっとできない。またちょっと話戻りますけど、なんで黄色なんですか？あ、これは、まあ、ちょっとぽっちゃり系ということで、はいはい、黄色って膨張色じゃないですか。いや、時々お話しする新聞女の人で、あそこでなぜかイエローと呼ばれて、え、変態イエローと呼ばれたんですよ。それはゴレンジャーのイエロー。そうそうそう、カレー好きやろ。はいはい、それだとまあ膨らましていこうということで、はいはい、結構全然黄色になって結構コンフェクチュアル、はいはい、平山美希のファンなんかな。ああ、そっちのたまに企画されますですよね。黄色って今日おかしいな、なんでずっと黄色なんだなとか、そういうことだね。いや、ほんでもね、僕ね、今その話に戻ったか言ったら、まあ変だけど、西成でもね、緑のおっちゃんとかね、あ、全身緑の人、ね、おんの、おんねん、なんか色のなんかその主義主張がある人。赤の人は見たことある。いや、そういう人がいるんですよ、だから。だから、それと同じなんですよ。でも今聞くと、ちょっと違うんだなっていう。うん、それが、ほなも普通、だからそこまで言われたからって実践しないっけ。やっぱ面白いですよ。結構面白いですよ。あー、こい。あと、なんか、つなぎみたいなのも着てられませんでした。あれはちょっとイベント用で、何時メガネも黄色に。全部、あれ、黄色ですもんね。もう、平山美希じゃない、なんか体張ってますよね。まあ、いや、だから写真も体、写真も体張ってるなと僕も思うんですけど。ちょっと、つなぎ見らないね。え、それ以上にして。コンセプトやる。そう。レインボーとか言ってよ。レインボー。ゴレンジャーのリーダーでレインボーいたから、ね。そう。いや、レインボーマンでいいじゃん。ああ、そうじゃった。やめてください。一色に染まりたくないとか言えばいいじゃん。あ、もう。これからもこれずっとやっていくんです。そうだね。進めていきたいですね。あ、やっぱりなんかね、なんか終わりないですよね。そうなんかずっと、あの変な意味ですけど、そのなんか10年前撮っても今撮ってもなんかあの辺はそんな変わらないじゃないですか、パッと見ようなって感じ。それが僕の中でどうなのかなとか、まあね、開発されたりいろいろ不利も残ってたりするんですけど、はい、その辺はどう、あのエリアを撮りたいですか、それとも下町みたいなところを撮りたいですか。全般的に下町撮りたいですけど、はい、やっぱあの辺が
どうしても目行きます。だからで三角公園の方とか行くんですか。行きます行きます。ああ、そういうハードなところも行くんですか。行きますね。え、それ何を求めてるんですか。そのハードなところ行く、やっぱりこうね、怖いじゃないですか。怖いっていうかビビるじゃないですか。かなり自分的には記録的なものが、はい、ここはこういうものがあって、はい、なんかこう。でも必ず人入ってますよね、基本的に。人取りたいですね。ね、うん、人入ってますもんね。はい、だからまあなんかこう終わりのない、まあね、いつもスナップとかやってる人はいつも僕も思うんですけど、どこで終わらすんかなって思う、うん、ね、終わらないですよね、これ。そう、はい、同じ場所でも人が変わったりするし、うん、まあ、初め、今僕初め高校の時からも撮ってるんですよ、こういうの。だから、え、このエリアを撮ってます、ね、はい、そんな多くはないけど、だからもう30年以上、はい、撮ってますよね、はい。ほんでまだ飽きないんですよね。面白いですね。そうなんや。結構ね、やっぱこうこの辺スナップしてる人多いんですけど、なんかいつもなんないのかなって僕は思いながら、うん、なんか終わりいうかゴールっていうのが見えてあるんかなとかいつも思うんですよ。なんかね、ほんともうなんかスナップのなんかこう王道や王道やから、反対になんかね、なんかちょっと嫌なとこあるんですよ。なんかこう、ね、うん、こうやってこうやったら写真になるでしょみたいなのが、いや、その本人はそんな気はないかもわからない。僕の中で、僕もそんなことをね、なんか真似るわけじゃないけど、やってみて、なんか偶然に変な人がおもろいで映る時もあるじゃないですか。はい、で面白いんやけど、なかなかそんな人出会わないし、そんな風に映らないから、最後なんかこうだん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 なんかこう誰かおれへんかなで終わっちゃうから。ああ、そうなんですか。西村さんはどうなんですか。す、探してる時、あ、今日ええのいい人出会ったって思う人、まあ坊主の日っていうか、あります、あります。その差はどういうふうにしていくんですか。その差はもうその日はそれやからもしゃあないな、うん、ああ、まあ釣りと一緒ですよね。そう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 、今日はね、坊主の日があったり、はい、大量があったりする、はい、でしょ。だから2枚3枚で終わる時もあります。ああ、はい、まあええもんですね。そうね、人を探しに行くっていう形になるんですか。探しに行く、そこ行ったところの人がたまたまそういう人で、別にそうね、すごい変わった人を探しに行く。え、撮るときはそんな黄色い。いや、これは無理です。あ、もっと無理です。もっとこう溶け込むように、黒っぽいものみたいな。はい、そうです。反対にもうめちゃめちゃぶっ飛んだ格好で行ったら、そういう手もありますよね。ね、それは反対に向こうが取られたり、取ってたり。多分でもその時はもう目が僕の方全部寄ってると思う。はいはい、ちょっと僕のコンセプトと変わってるのとは違う世界になってしまう。はい、はいはいはい。まあこれはほんまにね、知られず撮ってる写真ですね。次もほんならもうずっとやっていくんですよね。これ大阪魂、大阪魂第2弾出るんですか。出しますけど、ちょっとまだもうちょっとかかりますね。ああ、はいはい、わかりました。ほんで、その次が、松田さん。はい、こんばんは。ちょっと待って、ね、こんばんは。ラジオっぽいですね、今。でもラジオの感じでしたね、今。すごい、今世界的だよね、今日ね。一番手前の、若く見えますけど、おっちゃんです。はい、どうも。あ、おっちゃん。はい、どうも。カメラ。あ、最高。何で言うの、挨拶してるでしょ。これは全部クリップで、今回クリップ止めてますね。そうですね、よく写真でね、ガク負けってありますが、クリップ負けですね。はいはいはい、これね、一個だけ唯一個人の感想がありました。ありがとうございます。やった、大きすぎると思います。大きすぎると思います。今回ほんま感想なんだよ、これだけ。 ありがとうございます、やったね。クリップ負けですよ、なんでこんなにでかくしたの。いや、安かった。安かった100均です。いや、安かった。あ、これでいいよ。あ、クリップ使いたかったし、こうやってよかったら、あ、やっぱり夜中にセッティングしちゃダメですね、やっぱ家で実験するね。この感じですよ。まあ、見ていただいたら分かるんですけど、上下つがいになっております。えつがいなんです、これインとアウトなんですよ。え、どういうことですか、これ。インとアウト、インとアウト、インとアウト。これの次イン、これがインなんです。この下の写真がアウトなんです。アウトって何。要はこれ足、ちなみに足原橋なんです。生まれて初めて、この足原橋。あ、これはだからこうこう、ちょっとこれペアね、上下ペアな、5組なんです。え、これとこれがペアなんです。いや、上下です。
え、だからこれとこれですね。ええ、お金いやいや、これとこれなんですよ。サイでございます。サイでございます。え、もう一回、もう一回、もう一回。これとこれがペアで、はい、これとこれがペア。女性と男性がペア。そうです、そうです。サイでございます。これとこれがペアなんですか。サイでございます。で、これとこれがペアなんです。そう、サイでございます。何のペアの？これとこれがペア。フォークリフト。そうです、フォークリフト。何のヒントあったやろ。これは結局、これ放送事故ですか。何言ってんの？あの、え、いや、だから、ちょっと待ってください。何言ってんのかな。ちょっと待ってください。じゃあ、全体で見に行くから、言った後は早く見せよ。あの、で、で、そういうの、この写真と、この写真、どういう意味で、こう、ヒントは合うか。あ、なしあやばしで生まれて初めてなんですけど、はいはいはい、で、あんなにね、はい、なんかこう、人情があるわけでもない、飲みどころがあるわけでもない、はいはいはい、美味しいもの、ね、お店があるわけでもないし、はいはい、美味しい焼肉がありますよね。まあ、いや、それは知ってる人、岡島さん好きだね。知ってるんだわ。1080円でね。僕まで初めてだと思います。はいはい。で、言って、じゃあ、すごいなんか、白骨化した街なのかな、はいはい、っていう印象だって、僕は。はいはいはい、じゃあ、ちょっと、その、まあ、入り口じゃないですけどね、はい、その街の入り口、出口をちょっと自分の中で探してみようって、その沿線をずっと取っていって、はいはいはい、花を咲かしてる人もおれば、はいはい、香らしてる人もおれば。あ、ね、それやったらこれ展示方法失敗してますよね。私も思いました。これやったらこれをついにあの繋げたよかった。そう、あ、そうきた。いやいや、自分でやろ。ノーソいや、だからこれ真ん中が変なこうね、僕はもうひっつけてこれとこれ、これとこれ、これとこれでしてたら多分あのついに見えたんじゃないですかね。ちょっとこれ全部だから単独になってるんで。あ、そういうことね。うん、この真ん中と上が繋いでたよね。あ、そうですよね。うん、なるほどね。で、インと陽というか、インとアウトです。まあ、とか、あとはまあ、つがいですよね、いわゆる。はいはいはい。え、これと、これとこれ、ちなみにどう。え、どれとどれを。つがいなんですか、これとこれ。あ、これは単に上向いて、今度下向いて、ここがそれが。ああ、ちなみにこれとこれはどう。これはね、まあ、椅子があって、この椅子こんなところにあって、誰が座るんや、はい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 、どうやねんと思ってて、はっと横見たら、はい、もうワンカップ置いてガンガンに置いたという、はい、ということは座らずしても立ち飲みとるんだろう、仕事も飲んどるんじゃないのと。はいはいはい、やるじゃん。これ同じ場所なんですか。同じ場所で、まあ、ほんと横なんです。あ、この並びなんです。何もいいんだろうと思う。いや、だからあの大喜利なんで。あ、これとこれはどう。いや、あの、まあ、自転車で駅前まで通過に来たにもかかわらず、フォークリフトの上にこう生卵が腐ってるんです。はいはいはい、いや、乗り物にそんなことしないでよっていう感じですよ。えっ、自転車で爽やかに来たと思えばさ、そうやってフォークリフトの上でね、またやっぱりね、結局ね、街のね、写真って結局あの自己満足であり、自分しか分からないですよ。そうです。分からない。いや、同じ自分でも分かってません。僕らは分かるけど、自分では分かってない。ってことは、いかに自分のことをこう伝えるツールとして写真は意味がないかってよく分かります。そうですよね。結局、写ってるものしか読めないから、いや、僕は今初めて聞きました。それこそ、奥犬みたいに一言書いてよかった。で、あんまり言葉使うのも嫌でね、なんか、それやったらね、言葉だけでいいんです。写真いらないんだって。いや、どうせそれやったら、説明せやもん、言うんですよ。あ、黙っとこう。いやいや、だから、まあ、まあ、でも、このための言う人やから。あ、そうですね。いや、でも、もうちょっとね、展示方法が、まだその、全部だからボタンの掛け違いがきついよね。だから、上と下でやるんやったら、僕もそれを知ってたらこの間もうちょっとなんかひっつけたりとかしたんやけど、今これどっちか上が1列下1列で、でこうブロックじゃなくて、このクリップを4隅つけたら全部単独になってる。つなげるってないから、そういう意味では展示方法とその言うてることとは本末転倒かもわからないです。写真は僕ね、全然悪くはないっていうか、好きな写真いっぱいあるんですけど、ただなんかその陰と陽を言われた時に、もうでもね、足洗橋が白骨いうのはなんとなくわからんこともない
し、ただそれをこう大喜利にしなくても、よかったんちゃうかなって、無理くり2枚で1枚っていうよりも、この連続写真で、十分、なんかこの漂白っていうか、発掘っていうかね、感じれると僕は思いますけどね。まあ次回候補みたいだから次回だけいいアウトなあなあ多分これとこれがそのインとアウトびっくりしたわ。まあなこれはまだ分からんことないからね、植物つながり、ね、この枯れてるもんと枯れてないもん、あ人と人ぐらいじゃない、まあ、あれはまあつがいですよね、いわゆるつがいつがいああこれね男性女性それで行くの？ごめんね。ねえ、わかりにくくてごめん。いやだからいかに写真って思い込みあっても写らないってことはよくわかるね。ね、うん、だから写真自体に意味がないっていう。いや意味がないんじゃなくて、これを写すなんかこう意思みたいなものは決定的に あると思うんですよ。なんか不思議なもんであったり、なんかこう不条理なもんであったり、そのね、芦原橋が持ってるなんかその感じはあるような気がするんですよね。ただそれをこう自分の勝手な説明で世界をなんか解釈するのはあまりにも芦原橋に失礼かなって僕は思うんですよね。ああ、それはですね。うん、そんな単純なもんじゃなくて、ただ芦原橋の歴史背景をここで語るつもりも僕はないですけどね。でも実際あるわけじゃないですか。あのエリアが持ってる意味とか調べたらええっていうこといっぱい、まあ言い悪い別にしてありますよ、うん、ありますあります。それを問題にしててこれを取ってたらまた話は違うけれども、うん、それここが生まれて初めて出し合われました。うん、知らない、はいはいそこねえ、ちょっと聞いてがっかりがっかりした人多いと思うんですけど、まあまあ若く見えますけど、この松田さんで次行こうか次頑張ろうか次頑張ろうか次頑張ろうかどんまいどんまいどんまいまたどんまいですどんまい塚田君ちょうど、はい、いや、どんまいですどんまいやりきったと思います塚田君いや、なぜこの2枚しかないというかスペースないのは全企画出してるからね。あ、そうですね。だから今回だけの人じゃなくて彼は全部の企画出してるんで、まあ、スペースが、ね、はい、ちょろっとだけ、はい、とこれと、はい、まあこれ、はい、どんまいこれはね、これ大喜利じゃない、これをえ小北でやるいや、違う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 、いや、林やかもしれない、え、2巻ですかね、いや、もうちゃうしどうなんですか、なんか感情線って言って、なんか、うん、伊藤社さんからなんかもらってるって聞いて、うん、うん、いや、もらってるっていうか、まあ、向こうが決めたタイトルに従ったっていう、はい、うん、それで、なんか一応こっちの、ね、うん、年齢層そういう若い差を出したいと思う、うん、え、向こうが年寄りでうちはあれより若い、いやいやいや、こっちの展示してる人も、うん、年齢が僕よりは結構離れてるので、はいはいはい、若いっていうところで大阪駅を取ったんですよそれは理由の時も分からんけどはいや若いんやったら天王寺の方が若いんじゃないですか、阿部の遥さんの方が若い、最近出て分かりやすい、上田と違うと、ね、大阪駅は違うと大人ですから、ね、まあまあ最近変わったとか、変わったっていう、その天皇庁とかああいうところと天皇庁天皇庁って何天皇寺ね天皇庁ってなかったですか、ないですか、いや、環状線でないです、寺田庁、寺田庁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 大丈夫ですか、ちょっとやばい、いやいやいや、ちょっとなんかそれで変わってないところを、うん、その通りより変わったところを、うん、っていうかその姿形変わったところをちょっと撮ってみよう、うん、え、どれが変わってる、どれが変わってる、あ、その昔とちゃうじゃないですか、大阪駅、あ、新しいのね、これが
大阪駅自体が、あれは大阪駅をテーマにした、はい、でテーマにした結果が、これ、あ、一応環状線なんでちょっと電光掲示板も入れておこうかなって、まあ、天井だよね、天井と電光掲示板が、ね、いやいや、だからまあなんか見た目でかっこいいな、かっこいい、ほんまに、いやいや、どうなんやろね、いや、残念、いや、まあドンマイだと思うよ、そう残念かな、まあ、まあ、そのいや、まあ、ほんでも、まあ、これを見てね、あ、これは分かるか分かるけど、大阪駅ってちょっと分かりにくい、まあ、面白かった、大阪駅を説明じゃなくてね、はい、大阪駅をなんか、でも、まあ、僕は圧倒的に、なんかこっちは結構、これは結構好き、あ、うん、なんか、アナログな部分と、なんかすごいデジタル部分が、こんがらがってて、あ、そうです、なんか面白いなと思ったんですけど。君の話聞いてるのがっかりでしたいや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 、ほんでうまいこと言ったんですか、難しかったですいや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 、まあね、なんか覚えててもらう、うまいよ、まあ若いからね、それがっかりよまあ若いって多分一等車もビーツも入れても一番若い、そう一番若い出店者です、ね、多分、まあ、一番若いね、はい、未来託したくないいやまだまだおっちゃんの頑張ってから頑張って気には確かにからええけどね、うん、まだまだああ若い者に負けへんでみたいなね、うん、なんか言い残したら大丈夫です。振り出されるで、ほんで、次が、後藤浩二。あ、僕ですね。後藤さんは、ま、もうみんな、分かってくれます。140キロ。え、ほんまですか140キロの人が撮る写真って一体どんなのかちょっと見てみましょう。130はないけど、130ある感じ、ちょっとね、後藤くんのは IKEA の額でガラスが入ってるの、そう、ガラスなんですよ、でもうめちゃめちゃこう映り込む、まあ映り込まないやつもあるんで結構映り込んでしまいましたね、どうですか、いや本当にもう何回も大阪環状線撮ってるんで、うん、まあ、そのこれはどこなんですか、これあの天王寺から森の宮まで自転車で移動しながら、え、自転車なんですか自転車を買ったんですよ、盗まれたのを自転車をもう一回買いまして、パンクせんの、パンク2回した、2回したけどまた直しながら、それ140キロ乗ったらパンクするでしょ、いや一応ねちゃんと分厚い、いやこれチャリンコで行ってんねや、そうチャリンコですよ、歩いては行ってない、え、チャリンコまたがりながら撮ってるってこと、そうです、あ、またがってないですよ、降りて撮ってますよ、あ、降りて、移動しながらなんか、うん、あのポイントを見つけながら写真を撮っていくて、ああ、どうやってやってみた、いや本当にこうテーマを決めて、うん、今回だからその線路沿いの風景を撮ろうっていう形で、うん、本当コンセプトを決めて、うん、こう写真を撮ったって形ですね、であとは本当人物だけをあのチョイスして撮ろうか、それともその実際の建物だけを選んで撮るか、ちょっと迷ったんですけど、まあ、両方とも出してみようと。まあ、だから、まあ、ある種、西田さんの、まあ、対局にある、そうです、そんな感じですよね。はい、だ逆に本当にこう、その瞬間を撮るんじゃなくて、どういうことか、街の写真ばっかりなんですね。人がどう動くかを待って、その人を狙って撮ってる。でもそう思うとなんか全部人入ってほしかった気はする、そう、それはあります、ね、この感じで全部行ってたらね、ああなんかこう面白いなと思って、ところどころ人がなかったですからね、まあ、それはもう、まあ、撮ってないっていうのもありますけど、うん、でもなんか縦位置新鮮でしたね、私も縦位置、あんま縦位置少ないで、基本は基本的に横位置ばっかりなんですよ、え、ほなもう花が縦位置行こうと、そうです、そうです、だから来週あの大阪探すっていうのがあるね、横位置なんでそのためにはちょっと縦位置を取らないとね
ったそれだけになる。なんかあの今日がっかり。ね。薄くなるね。なんか写真アプリに入れて。大丈夫ですか。いやなんかないですけど。いや本当になんか、うん、もう4回ここぐらいね、大あのこう感情性になってるんで、うん、なんか毎回こう自分でもこう反省点を出しながら撮っているって形で、うん、だ今回は、まあ、結構コンセプト決めして撮れたなと思いますし、うん、でもなんかそんなコンセプトしてないけどね。本当にあのいい意味で緩いっていうか、そうですね、それはそうですね、ね、なんかでもこの感じで全部いてたら結構僕はほんまに、この真ん左のね、あのお母さんのね、はい、足綺麗ですね。いや、いい感じで、でちょうど向こうの落書きがどう見ても風船に見えない、うん、これはなんかちょっと、ね、ブレストンと思い出して待ちましたもん、もう来るの、2人が、うん、でよく見たらこの右側のもうこう人の何10人ぐらいの動き面白いんですね。そう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 、僕どう考えても意識はあの高校生みたいなから左前後とか面白いですよ、そうですよね。でも結構僕の撮る写真は待ち写真なんですよ、うん、人を待ってその人がこう、基本的に僕のカメラは音しないんで、うん、もう盗撮なんで基本的には、うん、だからそれは待ちなんですよ、やっぱ待って人がこうなってくれるのを、まあ、別になんかその人に要求するわけじゃないけど、とにかく待ちながら写真を撮るっていう形なんですよ、だから突然カメラ取り出すんじゃなくてもう撮ってるっていう形がスタートなんです、うん、でもなんかこういう写真もあるやん。そうですね、これ別に待ってるなんや、もうそれは待ってないですよね、はい、だからこれになんかもう一つなんか待ってるんじゃないけど、なんかもう一個映り込んでたら、そうですね、すごいいいね、まあそれが人じゃなくてもいいんやけど、何でもいいんやけど、なんかもう一個あったよね。そうですね、これはもうね、なんか、うん、なんかないですか。まあもう薄いってことだけで来年ちょっと重い写真撮らない。ほんで、いつも斎藤さんはもう常にあの火曜日しか休めないんで、ユーストはあの会社辞めるか会社潰れるしか出れないですね。どっちもね、はい、あの今日も今も働いてると思うんですけど、斎藤さんは、大阪駅やけど、もう結構広いですね、広いですね、うん、ね、あの、まあ、これがかろうじて一番わかる大阪駅の写真ですけど、これもモノクロでパッと見なんか銀塩っぽいんですけど、全部デジタルのなんかコンデジェットです、うん、どんだけあの金浦治好きやねんっていうような写真になってますけどね。本人もまあ多分意識してるしてないわからないですけど、なんかまあ一番近いのは金浦治の街のなんか写真で、結構なんか映ってくる面白さっていうかね、まあまあ見せ方もこんな感じで全部あの写真に釘打ってます。そうですね、うん、でもまあデジタルでまあモノクロでここまで会長が出るともうフィルムいらんなとか勝手に思ってます。やってくれるからやめてください。何喧嘩売ってるんですか。いやちゃうやんか、あの作ってるんや。いや高いフィルム使ってね。いや、まあ、まあ結構斎藤さんも多分これ結構歩いていっぱい撮ってると思うんですけど、まあかっこいいなっていう写真ですね。ただこれをずっと続けていって、また反対にさっきのね、西田さんのようにそのずっとこれ以外の何、まあ金村さんもずっと同じ場所を延々撮ってるんですけど、まあどうなんだなって、まあ余計なお世話がわからない。ただまあ斎藤さんもこれカラーでずっとやってたのをモノクロで今回こんな風にやってる感じでしたね。ほんで終わりなんですね。ようわからないですよね。いや別にどんどん言ってもらったら、で解説してもらったら、いや説明なんかしないですよ。あんだけ求めといて。いや、もう俺も言ったら薄っぺらいっていう。
この先どうなるんでしょう。そうそうそう。聞きたかった。そうそうそう。いやいや、まあ、あまり料理して僕は。あの子最高だと思う。いやいやいや。猫好き。いやいやいや。まあ、僕は別に自己表現とは思ってないんで。はい、はい。さっきの、なんかこれをこんな風に思って、こんな風に考えましたみたいな、一切ないです。ただ、街の中にあるディテールっていうか、なんか出会いですね。まあ、こういう階段と出会ったりとか、この真ん中にこの太った犬と出会ったり、で、なんかこの短い線路に出会ったり、なんか自分の中のなんかこう、出会いっていうしかない、今まで、まあ、だけどこういう風景は見たことないわけじゃなくて、何回も見てるんやけども、これね、この下に祠があるんですよ、なんか。祠？神様がなんか。それは僕なんかすごいここの場所が不思議で、何回も寄ったり引いたり、寄ったり引いたりしてるんだけど、だからね、万字ってあれなんですよ。万字ですね。万字はあれなんですか？寺は万字。お寺も寺。だからこれ、下寺なんですよ。ここの4畳半ぐらいのスペースが、で祠があって、でその万字のマークがバンってあって、うん、まあだから昔はもうちょっと広かったり、うん、なんかあったんでしょうけど、ここの上にこの、まあね、まあこの場所の何かだけ残してるんやなと、うんうん、だからそういう別にね、だから言ってその調べてるわけでもないんやけど、自分の今までちょっとなんか出会いというか知らないもんがあったら撮ってるって感じですね、うん、特に大阪っていうわけじゃなくて、っていうか大阪や、まあ、大阪、うん、まあだから環状線って言われればもうほんまに、まあ、無理くりこの写真とかこういうの入れてるわけで、ほんまは別にこういらんっていうか、こういう写真だけでほんまは行った方が僕の街、阪神でしょっつってました。阪神でしょ、つまり。これ阪神でしょ。俺気づくけど、さっき気にしてたのに。これ撮ってないじゃん、電車じゃん。そんなことだ、これも阪神でしょ。一瞬白目向いてますよ。俺、阪神でしょ。これ撮ってないんだよ、阪神でしょ。阪神でしょ。でもまあ阪神電車の九条と西九条は同じですからね。ねえ、だから言って、この場所がだから阪神や言われてもね。まあルールとしては破ってるからね、すでに。いやいやいや、ルールだって変遷期ですから。そんなことはないと思う。ただ振り向いてみたっていうだけです。今回はだから1枚ずつ見るっていうより、こんだけ壁面を離れて、見ようとしてましたね。だから実験っていうか展示の実験みたいなもんがあって、9枚貼れるなっていう、これ写真全部 A4 で額がこのぐらいのやつだし、で今度コビーツが、吉田君が貼ってて、一応タイトルもありましたけどね、吉田さんは。あ、そうですね、吉田君は、まあ買おうと思いますけど、タイトル何でしたっけ？アンダーザル。それどういうこと？いや、僕は下ですわ。まあ、一応一個ずつタイトルはつけようと思います。まあ3週やるんです、うん、まあ、内容はその、うん、ね、メインに準じた感情線、うん、まあ、僕もあれです、足洗わせです。まさか今日言われるまで足洗わせとっていいと思ったわけです。あ、本当だよ。だって分からないもん、あんなのね。腐った卵みたいな。腐ったよく見たら僕が持つでした。そうだったよ。あ、よかった、かぶらなくて。どうなんですか、本当に。え、だからどうなんですか、感想は。まあ、感想を聞いてる。感想。みんな一応感想言ってるんですか。感想。今回の。いや、もう岡島さんと一緒で、僕もブラッとしたところで撮っただけですよ。とか。それとも僕みたいなコンセプトを決めながらと。いや、まあ言うたらコンセプト。お父さん近いんじゃないですか。ああ。もうそれはもう分かった。感情の下しか撮ってない。もう撮る前から決めてた。あ、そのだからその写真作品する前から思われると、その決めながら写真を撮った。いや、まあ、とりあえず足洗わしは撮ろうと思ったんですよ。4月からちょっと勤務先に足洗わしでした。ね。え？
ほんでまあ、あの、うん、大阪を探せるの 前の時は大正で、次は西成、はいはい、西側で、まあ多分今宮コースの起点としては、うん、その間じゃないですか、うん、まあ、それにつながるような感じであったり、うん、次の大阪を。いやだから、多分吉田君、僕はもう今日思ったんやけど、君には自分、君の写真の批評はしないと思う。聞きたくもないやろうし、求めてないわけだから、ただ反対に教えてってこと。僕は言いたいこと山ほどあるけど、僕は君から聞く方がまだいいなと。そんなに S キャラになるんですか。もう今もう M キャラちょっと喜んでますから吉田で喜んでますよ逆に。いやだからあの他人の批評を求めてない人に別に言う人がないってやっと最近分かったから、彼は一切もう僕は言わないと思って、でもその代わり教えてねって聞く方に回る、うん、聞く方に回る。だからそのどういうことなのかな、だからすごい知りたいの。待ってる待ってる。知りたいんですか。すごい知りたい。いやいやでも何を表現したいかって話だよ。うん。もう逆に本当一枚一枚の写真になぜそれをセレクトしたかとか、ね、うん、なぜこういうのっていうのはあるんじゃん。やっぱりなんかオレンジが途中までオレンジいっぱいありますねみたいな感じで言った人もいたし、ね、最初の道から次のオレンジポッと。まあ、感動線のオレンジがありますし、でもそれがどんどんなくなってくるから、これなくなってくるのはなんでなんでしょうねっていうのはやっぱりその人の疑問っていうか、まあ、その感想なんだろうと思うけど、聞いてたら、あ、そうですねって、そうですねしか言ってなかったけど。てか、それぞれの面白さって濃くあると思うんだけど、多分それは味わいに近いかもあるけど、でも美味しい料理ってある程度技術的に美味しいっていうベースがある。でも本当に好きか嫌いかは美味しいの上に何か乗っかってるじゃないですか、わ、うん、かります、うん、はい、でその時に吉田君の美味しさって僕は、まあ、ぐっちゃけて、前の写真で言えばこれ逆算していた、逆回りしていたら分かんないけど、これ反対に貼ってたらねめっちゃ面白かった。あこっちからっていうのは彼が今までやってきた写真のスタイルをこう続けていってるわけですよ。でこっからだん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 今までのスタイルじゃない世界観にこう変わっていってるわけですよ、うん、で最初にこの写真なんか多分今まで全く多分アプローチもしてなかったし自分の写真の中に取り入れもしてなかった写真なんです。でこれが一番最初に来てて元に戻ってるのがなんか意味が、まあ意味っていうかなんかあるんかなと思うし、これがほんまにこれが最後やったら次の大阪を探せもちょっと興味出るけど、最後がこれで終わるっていうのは前の写真とそんな変わらないんだ。街角のまあまあ、いや僕がよく言う測量写真です。でその測量は僕もいや好きやから、ね、その何を測量するかです。それは記録的になんかこうなんかそのディテールを残したいと思う測量っていうのは基本で僕はあると思うから、でも これは以前はほんまなかったと思うね。私もこれはもうこれは今までのこれ、ね、あれですわ、足原が大将の並びに僕常に足原が起点なんで、うん、大将に行って橋渡れずに戻ってくるんです、うんうん、その繰り返しでもそれを、うん、いや、じゃあこういう取り方はまず取り方はまず話これだけ時間さ地面だけ地面を5分の1も入れてる写真前まで彼の写真なのでほぼ見たことない。基本的に真っ直ぐ正面なの、そう正面しか見たことないのにカメラを真下っていうか下に向けてる、まあこれ実際誰だってこれね、ここに目行くのは分かるけど、あえてこういう写真ってこう強調したもんって今撮ったなって、だからこれはすごいなんかびっくりしたんです。でもここから始まって最終的にここへたどり着いた時にあれまた戻ってるなと思ってどういうことなのかなと思って、でもそれもまあ言うてもね時間の無駄かもわからんから、言いたいと思ってないからね、うん、だから他人の批評を求めないんだから別に言うてもしゃあないんだけど、ただ僕逆算はしたくなかった、逆算はしたくなかったらしいから、うん、でもフィクションになってしまうから、うん、僕あくまでそれノンフィクションの部分は残したいんで、
でもノンフィクションっていうのはこれとかこういうのはなんかノンフィクションって分かるんだけど、なんかこれってね、いや写真に対してじゃないです、自分に対して、その写真撮ってる頃に対してです、写真一枚一枚に対してじゃないです、割と基本なんか、昔からなんです、割と時系列並びたいです、これは時系列、時系列というか並びですね、だからその卓上から、じゃあ足並みから対象の場所の要は歩いて順番に撮ってる、で、だん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 こうテンション落ちていった、そう、落ちていった、そう、はい、橋渡れないんです、対象まあね、だからそのなんかこう味わい方でそれぞれあるんやけど、結局自分が作ったレシピが他人に有効かどうかってそんなどうでもええわけで、結局は移ったことに対して、出来上がったことに対してどう、まあその人が、まあ、好きに勝手に食べれるっていう、っていうことなんです。ただほんでも今日はなんかあのいろんな人の話聞いたら必要以上にレシピって合ってんなと思う。まあね、びっくりするぐらい、これはこんな風に食べてくださいとか、これはこんな風に見てくださいのが、ってそこまで多分写真はもっと自由やってるんだよね、それがなんか今日のなんかこう大阪環状線っていうのになった時のなんか、別に僕的にそのそういう流れがそれにもやってしてもらったら別にいいんですよ、もやっと最後もやって受け止めてくれないですもん、それで僕はすごいムズムズしてますけど、まあ、また人に見てもらうときにはもう、結局もう作品出したら放り投げじゃないですか、こうしこう見てくださいって、ね、強制するのもないし、いやだからそうやったらこんな話しなくていいそれそうですこんな話全くしなくて、あそれぞれの、あそういうことなんです、そういうことなんですねって済む話や、でなんで済まないかって言ったら、他人との違いをちょっとこう考えたり 共感したり、その違いが許されへんかったり面白かったりすることじゃないですか、批評っていう、そうだから交互の意見が初めてそれでこうねぶつかり合って何か生まれるっていうか、でもやっぱり唯一タイトルつけてるわけだから、あの誰よりも思い入れは強いはずよ、みんなも個々につけたかったんやけども、これ調査が環状線っていう大きなあのタイトルがあるから個々にあえてつけてないんやけど、あのまあここコビーツやから、また向こうとはちょっと変えるっていう意味で言えばそれもあったのかもね、ただ僕今日はあの南千葉の一等車さんの環状線見に行った時に、あのどんな感じかなんて見に行ったんですよ、で何やろな、あのこの今回僕らの中で一番近かった、もしかしたら辻さんの写真が近かったからでもそれね、あの別に悪く言うてるわけじゃないんだ、ただね個人の思い込みが一番緩やかやなと一等車は、なんかあの世界というかその目の自分が映そうとしたものをなんかこう素直に撮ってる人多くて、でも美術に展示してる人はなんか自分の中のそのなんかこう思い入れとか考え方っていうのは強いなぁ思って、その強いっていうのはいいとか悪いじゃなくて、特に松田さんのはちょっとびっくりしたけど、どんまいどんまい次行こう次行こう、なんかね結局写真をやるんやったらなんか自分の頭の中に描いたものってあんまり形にしにくいなっていう、そうやったら絵描いたりあの文章描いたりした方がもっと伝わるから、写真ってやっぱりもういつも思うけど半分は向こうの世界が語っていることを引き受けるしかないわけで、あとの半分は自分の考え出してもいいんだけど、ただその辺が自分の考えが強くなればなるほど写真は離れていくんやなって気にはなります。伊藤社さんの方は反対にもっと緩やかにあの押し付け少なかったから、なんか僕は結構一番中野さんのが好きやったんですよ、中野さんの京橋はあれが多分今回の方で僕一番好き、あのあるがままの今の京橋をスナップしてる、だからなんかこう強調することもなく別になんかこうプリメインすることもなく、あるがままの原音をそのまんま、まあモノクロやけどね、そのまま切り取ってて、そこに映されて、まあバンブのあれの縦位置にちょっと近いんかもわからない、ただバンブの方がもっとこう、そうだ、もうデコレーションしてる、デコレーションしてる、だから僕はあの中野さんの京橋見た時に、あこれじゃあいいんやけど、あれが全員した時に
どうなんかな、全員があれになるときついけど、あれがなんか一番京橋良かったなって感じですね。なんかね、剣能長がやっぱり聞いてる。剣能長もし一週間言われるよ、剣能長言われていいよ。これするわ。はい、じゃないよ。なんか西田さん、なんか初出場が、なんかね、写真、まあ、でも初参加ですかね、ビーズ。そうだね、2年ぐらい前から聞き出して、ね、こいつかやりたいなと思ったんで、年間かなって、また次回もちょっと。今度、あれ、宣伝しようかな、ダメなんですか、ね、猫写真で。ああ、頑張っていきましょうか。あれ、いつでしたっけ、あれは今月の27、8、9。あ、もう今月ですか。そうです、記念っていうところですか、ね、そうです。あの新世界の、ローソン、はい、あれの3階でやるんですけど、3階、2階、3階でやるんですけど、ローソン3階だけなんですか。あとローソンと入り口違うんですけど、両手から、はい、なんかこの動物好きなオーナーがやってるギャラリーですよね。僕もまだ行ったことないですけど、はい、この時行こうかなと思って、ちょうど通天閣の南側のローソン、そうそう、ね、もうすぐそばじゃないですか。もうすぐそばで、もう本当にその2階、3階にギャラリーがある、すごいわ。ノラっていうやつですね、はい、何点ぐらいですか。今のところ12から15点ぐらいで。あ、結構だ、はい、10が6点まで、はいはい、まだ全然できてない、何できてない、まだ送ってないです、うん、あんまり入りたら全部ノラ猫の写真ですか。そうです、はい、はい、これ全部、西田の猫ですか。いや、それは近所とか、いろいろ、近所とかいろいろあります。ほんまですか、はい。なんか西田さんがなんかノラ猫好きでしょ。知らない。岡島さん乗らないこと。いや、好きやから、こんなんやるん、初めだから一致しなかったんですよ。あ、また別な人や。でもなんかイエローにやってるんじゃん。あ、それなってないです。なってない。ちょっと過疎期なんですよ。なるほど、そこに来る。イエローでなんか展示するのは何、次なんかあるんですか。今のところまだないですね。あるじゃん、大阪を探す。あ、信号なんで1点だけ展示してるのがイエローって書いてますよ。え、それ今やってるの。今やってます。え、何の企画って。ちょっとだけ18金っていう企画で、いろんな、ちょっとだけあ、ちょっとだけなんです。ちょっとだけです。あ、それどんなんだっていうんですか。僕がそれ、鎌ヶ崎のおっちゃんがこう、ほおずり回ってる写真を撮ってきたけど。ほおずり回ってるって。ほおずりしてる。何してたんでしょうね。え、なんすか言える範囲。地べたで飲み会やってて、うん、なんか追っかけられたんかして、うんうん、一人はもうペタンと寝転がって、うん、一人はダッシュしてるとこで、うん、まあ後ろ姿だから出せることもないんですけど。でも逃げてるってこと。そうそうそう、そんな感じです、はい。はい、でもそれちょい色なんですか。いや、僕はもう18金よりこれ出されへんやんけ、で全般的に。あ、18金って18歳禁止の18金って。もうてっきりやろ、もうちょっとびっくりした。何を大喜利してたんやろ。まずは大喜利しなくていいですよ。その18金ね、座布団は出ないですよ。座布団18金24金のことやるんだ。それがラグジュアリーな写真展なのに。座布団出へんよ。ちょっと今日はいつもとちょっと違うから。いや、お腹空いてるんだよ。いや、なんかね、なんかやむのだ。いや、分からない。それはもう分からない。分かんない。いつもよりちょっとテンション高いから。次行こう。なるほど。次行こうってもう告知しないわけですよ。来週は、ビーズギャラリーのメンバーだけの、大阪を探す、何やねんっていうタイトルですけどね。まあ吉田君の方はひらがなで探すタイトルでこれからやっていくんですけど、僕は個人的にこの大阪を、漢字の方の大阪を探せは個人的に使おうと思ってる。個人的にって言うの2つあると思うね。これから大阪を探せの漢字の方を大阪を京都を、はい、これはまあ15人もいるんで、スペースはあんまりないですけど、まあその自分が考える大阪、これでなんかね、探す努力も探せてもなかったらやめてもらいます。
ゃない。僕の判断でやめてもらいます。展示ってこと？展示？展示をやめてもらう。ビーズ？いや、だからこれ課題ですから。課題ですから、うちの。それは面白いさやって。だってこれしか出せないメンバーいっぱいいるんですよ。これぐらい頑張ってもらう。そうなるほど。だから大阪過ごされへんかったら神戸とかね。これしか出せないメンバーは頑張ってもらう。いや、一応探すわけやけど、見つけてなくても探す努力はね。別に何かあったら、まあ。どうした？なんか変な、ほらなんかドキドキ、なんか全然上がってる。なんか来週も怖いな。来週も怖いな。まあね、まあそのぐらい、まあ半分冗談ですけど、半分はそのぐらいで、まあここを楽しんでほしいです。楽しみ。うん、別に団体競技じゃない。個人競技。個人です。あくまで勝った負けです。勝者があれば敗者。あバトルの、はい、で一番負けたやつはやっぱ罰ゲームです、ね、罰ゲーム。なんでそっち見てるの。なんか感じるもん。なんでサボイビってるやん。ぶつってるじゃないですか。いや、まあ、天皇庁引き下げ、天皇庁今週ずっとこれ言われる。ちなみに来週は一等車さんは最夜のですね。で ライムライトさんは、黒白写真展、はい、これは小島さんとタオラボの2人展ですね。ほんでギャラリー B0 さんは、今週と引き続いて来週も B0 ででかい写真を十何人出しますね。ビーツは大阪を探せで、また来週はどんな血生臭いことか分からないですけど、まあユーストを楽しみに、ね、はい、見てる。ああ、大丈夫です。どうも、ありがとうございました。ありがとうございました。ぐずってるやん。いやいや。